com。 エジプトの話とか分かったら話してきた。俺の立場からしたら数字だったりとか見れるわけで、こんだけ、ね、有名になってるのにその売り上げがあって何をやってんだろう。教習者がさ、フェラーリだったらどう？めっちゃ難しくない？めっちゃ難しい。それぐらい難しいよ、お前。オーバースペックで完全にね、知名度釣り合ってない。そういう誠実じゃないところ、だから私たぶん出てんだよ。これやるね、こうするね、アフターするねとか、そういうさ、細かいやつ、これ多分お前からって嘘つくタイプだ。ローランドプロデュース1000万プロジェクト。レジェンドホストがある悩みを抱えたホストと相対し、その核心に容赦なく切り込む一流ホスト育成ドキュメンタリー。このプロジェクトの企画者はプラチナ本店プロデューサーローランド、そして現代ホスト界の帝王と称される彼の呼びかけに応じ、このプロジェクトに3名のレジェンドホストが参戦。ミネルヴァ、リッチ、社長、天音誠、プラチナ本店、ミスター、社長、セナラン、ハーレム、代表取締役、三上司、この4名のレジェンドホストによる珠玉のプロジェクトが今、幕を開ける。改名しまして、今クレイジーボーイなんですね。クレイジーボーイってお名前でやってるんですか？はい、クレイジーボーイです。あ、はい、すいません、いきなり改名しちゃって。今回2回目なんですけど、いい結果報告をできる自信ありみたいな。ありますね。大丈夫ですか？大丈夫です。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。あのさ、1000万プロジェクトじゃこれ第2弾で、はい、第1弾でどうだったんですか？いやもう、あれをきっかけに本当にすごくメディアに出してもらえる。また1個いいかな。はい。なんかエジプトのなんか墓かなんか荒らしてきた。なんかファラオのさ、なんかネックレス本気でつけてる。本気でつけてる。ファラオのネックレス。ひときわ輝きを放つそのアイテムに、ローランドは疑念を抱く。あの、服装ってやっぱ大事じゃん。はい。それ、本気でつけてるとかさ、罰ゲームなんかわかんないんだけど、なんかこいつエジプト帰りかなとかさ、かそういうなんかグローバル営業してるんだったら別だけど、はい。お前普通に売れないでしょ。そうです。売れたい。売れたらそれつけないと思うな。どういう営業してんの？エジプト営業かな。そういうんではないんですけど、もう、はい、だったら俺はそれ外した方がいいと思うな。それは自己紹介をまずしてないと。そうだな。すいません。順序ってもんがある。前回は桐生聖也っていう名前だったんですが、はい、5月に改名しまして。え？改名しました。改名。はい。クレイジーボーイです。ここで改名したことを彼は告げた。レジェンドホストに困惑と疑念が渦巻くこととなる。クレイジーボーイの何々とかじゃなくて、クレイジーボーイですっていう、えっていう名前です。生と名がだからボーイが名前みたいな。もうクレイジーボーイで名前です。もう生と名とかないです。え、初回つくときも、あ、どうもクレイジーボーイです。なんかそれはさ、はい、例えばね、はい、レストランとか予約するときに、はい、まあ現地なり取ると思うんだよね。はい。俺はまあローランドですとか、みんな知ってるからローランドさんですね。でもいいんだけど、はい、君の場合はさ、名前売れてないわけじゃん。はい、で本名で言うのはプロ意識にかけると思うんで、夢、はい、は見せなきゃいけないから。はい、その時にさ、名前聞かれたら、なんて言うの？その時、桐生を使います。何やその真っ直ぐな顔。簡単に自分の名前いろいろコロコロ変えるんだよ。聞かせてないよね。だって売れないから変えたの。いや、それ関係ないです。なんで変えたの？また変えたの？すごくその YouTube とかに出していただけるようになって、結構あの、顔を刺されるようになったというか、はい、あの、あ、YouTube の人だってなるんですけど、名前が出てこないんですよ。名前にインパクトがない。このプロジェクト通して、結構な再生回数伸びたと思うよね。はい。なんか街歩いてこうやって。帰り道とか歩いてたら、もう必ず、毎日、少なくとも一人は、もう、会ってない。以前のプロジェクトを経て、絶大な知名度を手にしたというクレイジーボーイ。しかし、知名度の裏に抱える重大な問題点を、レジェンドホストは見逃さない。知ってもらってさ、だから今の売り上げなんでしょ。そう、手抜いてんじゃん。逆に難しいよ、そんだけ。一人や二人歩いてて話
話しかけられる状態で今の売り上げでしょ、はい、逆に難しくない？そうです。教習者がさ、フェラーリだったらどう？めっちゃ難しくない？めっちゃ難しい。それぐらい難しいよ、お前、うん、オーバースペックで完全にね、はい、知名度で釣り合ってない。そうですね、追いついててない。追いつけてないよ、はい、超難しいよ、はい、何してたお前。追いつきます。売上と知名度の両立、レジェンドホストは斧が見解を語る。まあ自分で売上とかは年間で4年連続1億の売上とかで、まあ自信があったんだけど、やっぱ知名度と売上両立するのって、はい、なかなか難しいなって。 SNS とか1ヶ月前にやっとやり始めたけど、そんなすごいね、労力とかが。いや結局伝説のホストになろうと思ったらね、はい、やっぱ歌舞伎町1のホストになろうと思ったら、やっぱ売上だけじゃダメなの、もちろん、はい、知名度だけでもダメなの、はい、結局俺掛け算だと思う。名前知らないやつがどれだけ売ってても、やっぱり結局それなりだし、はい、じゃあめちゃくちゃ有名なやつが、うん、あんまり売れなかったら結局それなりだし、はい、やっぱ掛け算だと思うんだよね。だからやっぱ名前が有名ですってそれで満足しちゃってさ、それで数字が追いつかなかった意味がないと思うし、はい、一時期俺もその名前が売れてるのに数字が追いつかないって、まあ、それはもう売りかけをしないってそういうスタイルもあったけど、あんまり数字に対して追求してこなかったのよ。だけどちょっと考えたらやっぱ売れてないホストってダサいんだよね、やっぱどう考えても。で売れてないやつが何言ったって結局売れてないホストって言われるわけよ、はい、どんなに有名でも。ってなった時にやっぱり掛け算なんだな、この世界は。とだから今まで歴代歌舞伎町で一番有名だったとか一番すごかった伝説って言われる人ってやっぱりね、どっちも掛け算したら総合的に点数高いよ、はい、まあ、そうだよね。まあみんなでこう説教してもしょうがないから第2弾ってことでさ、はい、なんかないの？お悩み相談聞いてやるよ。お悩み相談ですね、うん、だって今1000万いってないでしょ。いってないです全然。はい、1000万生かしてあげたいからね、はい、生かしてあげたいですね。このままいける気に、いけます、ね、あ、いけるんだ、はい、ちょっと、じゃあ座り方悪いんじゃないですか、健康場さん。ちょっと姿勢が悪いですよ。いや、ほんまにね、ドギモ抜かれました、この座り方に。すみません出川さんも、いや、リアルに、リアルに、ま、ちょっと待ってください、マジでマジで、すみません、すみません、リアルバイ、リアルバイ。金髪さん的には、はい、まあ、座り方の問題、このバカチンギャルね、竹内涼真、涼真です。唐突の振りに精一杯の反応を見せたクレイジーボーイ。レジェンドホストの評価はいかに？できる口だね。できる口だね。やってみようって努力が大事だよね。やっぱりそういう飛び込んでみようっていうの俺嫌いじゃないからさ、はい、そこはやっぱ昔から変わってないよね、はい、そういうとこいいよ。お前のいいところだと思うからさ、はい、なんで言われないんだろうね。自分でなんか思い当たりしないの？男としての魅力が足りないと自分で思いました。体だるんだるんだしね。なんか男としての魅力ってやっぱりさ、はい、体好きとかもあると思うんだよ。やっぱこう歌舞伎町のニーズ行くとね、細い子が人気なんだけど、はい、やっぱ根底男じゃん。男らしい男、健康的な男の方がやっぱ魅力出ると思うし。クレイジーボーイが魅力を書くゆえん、天音誠がその確信を見抜く。天音さんからずっと、まあそうだね、俺が男らしくはないからあれなんだけど、まあ、男らしい人ももちろんいるし、はい、中性的な人もいるから、まあ、その人に合った、まあ、見せ方をしないといけないのかなって思うんだけど、まあ、見せ方がすごい下手だなって思う。せっかく名前もね浸透してきたのにクレイジーボーイ、はい、うん、っていうのに変えてしまったりとか、はい、まあ、目指すとこどこなのかなって。まあ名前は広がってきたかもしれないし話しかけられるようになったかもしれないけど、はい、俺の立場からしたら数字だったりとか見れるわけで、はい、そんだけね有名になってるのにこの売り上げかって、何をやってんだろうなホストとしてのとか思うことがあって、ちゃんと見せ方をしっかりやっていった方がいいのかなと。まあ体もそうやし、まあ見せるとこいっぱいあるんじゃないかなって、ね、思いますね。ありがとうございます。まあ、男としていざやるときにやるっていうのと一貫性があるかどうかだと思うんだよね。まあ、本当例えば女の子が、ね、チンピラに絡まれてますと、はい、どうする？俺だったらもう絶対ね追いかけて悪口言いに行くね。そうですね、はい、突っ込んでよ。そう、瞬発力足りないよ今日。すみません。追いかけて、はい、ああ助けに行くよねやっぱりね、はい、悪口とかじゃなくて。悪口とかじゃなくて男としてとか男性ホルモン強そうな顔してるよ。まあまあ、そうですね。そんなだってここに座ってるメンバーよりだって値もいいし、男性ホルモン一番なんかさ男性を感じるのにさ、はい、うん、どうした？なんか、はい、ヒゲ濃いやつって男性ホルモン強いイメージだったけど、はい、うん、なんかね大事なものを欠けてるんじゃないかな、やっぱハートが。そうです、うん、ハートがまずかけているのかな、うん、そしてここでローランドはクレイジーボーイの問題点を象徴するある切り札を示す。まだ気になったのはさ、この前さ、はい、まあ、前回の収録で、は
走ってますっていう、はい、うん、嘘をさらっとついたよね。はい、一番気をつけてることは体型維持で、朝起きたら30分走って。嘘をさらっとついたよね。はい、偽りを認めたクレイジーボーイにローランドが猛威を振るう。そういう誠実じゃないところ、それなら私たぶん出てるんだけ、たらもう有名になったはいいけど、いいこと頑張ってます。俺は悲しいことないよ、ほんまにね。桐生聖也が放った過去の虚言、直川へ再び現れた彼クレイジーボーイにその代償は降り注ぐ。一人歩きした知名度に追いつく鍵をその手に掴みに行く。1000万プレイヤーへの登竜門、次週も刮目せよ。